はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思います。ということでね、やっとね、チーム総合力9万超えましたということと、ナギ A ランク作れたっていうね、やったぜ。まあね、もっとね、強いのを作れてる人いっぱいいるんだろうけど、俺はね、なかなか、B プラスからね、A までいけなかったので、一人 A ランクを作れたのはかなり嬉しかったかなという感じですね。金スキル 1,2,3 4つ取れてて、スキルの数全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11個か。まあまあまあそこそこスキルもあって、一応賢さ以外は B 以上、フィジカルとテクニックが A と A プラスみたいな感じで、育ち上がりましたという感じですね。まあまあまあ原作のナギもね、ちょっと、賢さ的な面がね、難点というか、発想力をね、鍛えてもらおうとしてたけど、結局、レオとね、協力プレイしちゃったよっていうような展開もあったから、まあまあまあこんな感じなんじゃないのっていうね、とこですね。で、編成もちょっと見ておくと、サポートがね、レベル55ちぎり、レベル50の、バチラ、ガガマル、ライチ。そしてフレンドが、ストライカーの方のカントツイサギですね。レベル100。で、スペシャルサポートが SR のやつの46レベルと R レベル1、1枚という感じですね。そうだね、こっから先行くにはなんだろうな。2個とか欲しいんだよな。2個とフレンドでストライカー潔ってすると、多分、もうちょっと賢さを伸ばせるんじゃないかなと思っていて。で、賢さってね、スタミナとテクニック一緒に伸ばせるから、その辺持ってると、ちょっと違うのかなとか思ったりは、しますね。イベント潔とかもね、育てて、使うっていうのも考えてはいるんだけど、イベント潔だとね、フレンド潔選べなくなっちゃうから、そこも悩ましいよね。まあ別の、レベル100フレンドを使うっていうこともね、あるんだけどね。とりあえず、初めての A ランクは、ナギ静止堂で達成しましたと。いうことでね、まあこんな感じのができましたよと。いうところですね。まあ、他に関しては、ちぎりだけ1万8000台で、残りは1万7000台みたいな形に、なってますね。バッチラ、そうでね、ディフェンスだったら、ちょっと、ライチとかも育ててみようかなと思ったんだけどね、ライチの育成がなかなかうまくいかんのだよね。もうなんかディフェンスならキック力いらないかと思って、キック全然上げないでね、やってみたりした時もあるんだけど、これはこれでね、ちょっと、フレンドがね、たまたま、2個しかいなかったので、2個でやった時なんだけど、まあ、ミッドフィルダー適性がついてね、ちょっとディフェンス作りたいのにこれがつくのか、みたいな。まあ、それがつくやつを選んでるだけなのかもしれんけど、とかね。そんなところかな。はい、というわけで、まあ、初めて、A ランク作れたぜ、やったーっていう動画でした。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。どうしようかな。ちょっと待って。今、完全に締める気だったんだけど、せっかくだから動画内で福引き効果っていうのを思い出してしまった。ってことで、じゃあ福引き引いて終わりましょう。いきます。さあ、まあ、こっからチケット出たらね、それは、さらに追撃で引いていこうかなと思いますが、どうでしょう。さあ、とりあえず、ゴールが決まる。そして、チケット、普通のチケットか。はい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 。あ、ブルーロックコインも結構出るね。で、チケット2枚出てきたかな。はい、普通のガチャチケですね。じゃあ、これも追加で引いていきましょう。さあ、来い。よし。いけ。
さあ、意外とこういうところから、OK! 来るんじゃない？星さん出れば、別に星さんチケット引けなくても、大逆転。ですが、星2ですね。なるほどね、と。しかも、クオンとイエモンって、この二人、もう出番すぐなくなっちゃうから、早く星さん出してあげてよっていう二人ですね。まあでもさ、ナギを出した後にクオンとかイエモンの星さん出ても、ガチャはちょっと回したくないよなと思うと、この二人はね、ちょっとイベント配布みたいな感じで、制服潔とかと一緒の感じで、出してくれたら嬉しいなとか思いますが、まあどうなんでしょうね。ってことで、まあ今回はね、これで、今度こそ終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。